はい、クラチャンネルです。今日は仲間内の大会最終戦、八坂ダムです。年間順位ももう1位ではありませんので、最終戦楽しんでいきたいと思います。でっかいの1本釣って帰ってびっくりさせたいな。ちっちゃいのには逃げないぞ。スタート。取れました？いない。見えない。あ、でも昨日見つけたんじゃない？昨日見つけた魚がおるわけじゃない。すいません。心が折れそう。つけた方がいいのか。わかんない。
いサイズですけど、ちょっとエアカンドル系ケアしながらやらにゃいけない。戦略的にどうかっていうことね。一本で、あと二本をその小さいのが取れるエリアみたいなのか、もう一本でかいのを狙って一本目が釣れた感じのところをやるか。で、あと二時間半でしょ。どうなんだ。メイクに意味があるかどうかそもそも分からんけど、もう一本くればね楽になるんだけど、ガリガリガリクソン450。はい、はい、失礼します。まあまあ、やばいな、出た160。来た、うまいさ、貴重な一品かかった、イエーイイエーイみんなちょっとなんか最後なんじゃけ盛り上がらない、まだ測ってないんだけどちょっとみんなちょっとなんか冷たくない、ウェイン中よ、あれ、あれ、いい魚、うわでっかいねこれ、2キロ50、イエーイ、やったー、あれみんななんか以上です、以上です、ありがとうございます、勝っちゃった、いやーもっともっと吠えとけばいいかと、オープニングでえ、ほんまよ、ポイントどの辺だったの、尾瀬の、尾瀬の遊歩道が左側にある、
あれの一個手前の遊歩道側ですね。遊歩道側でこう岩盤があってこうワンドがちょっとあるじゃん。はい、